雲の糸は、芥川龍之介の児童向け短編小説。芥川龍之介の初めての児童文学作品で、1918年に発表された。映画、雲の糸についても説明する。1918年4月に脱稿され、鈴木美月地により創刊された児童向け文芸雑誌、赤い鳥7月、創刊号に発表された。芥川龍之介が手がけた初めての、 自動文学作品で、芥川にとって、鈴木は夏目漱石門家の先輩にあたる。神奈川近代文学館が所蔵する肉筆原稿には、鈴木美恵吉による主筆が加えられている。単行本としては、翌1919 19年1月15日に新潮社から出版された、傀来誌に収録されている。この話の財源は、ポール・ケラスによるカルマの日本語訳。 因果のお車の中の一片であることが定説となっている。ドイツ生まれのアメリカ作家で宗教研究者のポール・ケーラスが1894年に書いたカルマ・エーストーリー・オブ・ブッディスト・エシックスの原書には以下の8編の仏教説話が収録されているが、雲の糸の財源となったザ・スパイダーウェーブはケイラスの創作である。カルマには次の8辺が載っている。日本語台は 鈴木大説による因果のお車に置けるわけである。上記のカルマを鈴木大説が因果のお車のタイトルで翻訳して1898年9月に出版された。ただしカルマの発展中から全校の語編のみが訳出されている。この翻訳では主人公の名はカルマでの神田タから。 タタという漢字を当ててカンダタと読ませているので、アクタ川もこのまま使っているが、巨星したお牛を意味するの字の読みは本来、剣であり、カンという読みはない。カルマ財源説以前には、ドストエフスキーが1890年に出版した長編小説、カラマーゾフの兄弟における一本の木の総話に着想した作品であると考えられていた。昔あるところに、それはそれは、 意地の悪い女が住んでいて、ぽっくり死んでしまいました。死ぬまで一つとして美談がありませんでした。悪魔たちがその女を捕まえ、火の湖に投げ込みました。そこで、その女の守護天使がそばにじっと佇みながら、考えました。何か一つでもこの女が行った美談を思い出して、神様にお伝えできないものだろうか、と。そこでふと思い出し、神様にこう告げたのでした。 この人は野菜畑で木を一本引き抜き、小敷女に与えました、と。すると神様は天使に答えました。ではその木を取ってきて、火の湖にいるその女に差し出してあげなさい。それに捕まらせ、引っ張るのです。もしも湖から岸に上がれれば、そのまま天国に行かせてあげよう。でもその木が切れてしまったら、今と同じところに残るが良い天使は、女のところに駆け出し、 木を差し出しました。さあ女よ、これに捕まって上がってきなさいそこで、天使はそろそろと女を引き上げにかかりました。そしてもう一歩というところまで来たとき、湖の他の罪人たちが女が引っ張り上げられるのを見て、一緒に引き上げてもらおうと女にしがみついたのです。するとその女は、それはそれは意地の悪い人でしたから、罪人たちを両足で蹴り落とし始めたのでした。 引っ張り上げてもらってるのは私で、あんたたちじゃない。これは私の木で、あんたたちのじゃない。女がそう口にした途端、木はブツンとちぎれてしまいました。そして女は湖に落ち、今日の今日まで燃え続けているのです。そこで天使は泣き出し、立ち去りました。カラマーゾフの兄弟三公文社古典新約文コピー78から、釈迦はある日の朝、 極楽を散歩中に蓮池を通して、下の地獄を覗き見た。罪人どもが苦しんでいる中に神田田という男を見つけた。神田田は殺人や放火もした泥棒であったが、過去に一度だけ善行をなしたことがあった。それは、林で小さな雲を踏み殺しかけて止め、命を助けたことだった。それを思い出した釈迦は彼を、 地獄から救い出してやろうと、一本の雲の糸を、カンダタめがけて下ろした。暗い地獄で天から垂れてきた雲の糸を見たカンダタは、この糸を登れば、地獄から出られると考え、糸に捕まって登り始めた。ところが途中で疲れてふと下を見下ろすと、スータの罪人たちが、自分の下から続いてくる。このままでは、重みで、糸が切れてしまうと思ったカンダタは、下に向かって、大声で、 この雲の糸は、己のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた。降りろ、降りろ、とはめえた。その途端、雲の糸が、神田田の真上の部分で切れ、神田田は再び地獄の底に落ちてしまった。無慈悲に、自分だけ助かろうとし、結局元の地獄へ落ちてしまった神田田を浅ましく、思ったのか。それを見ていたシャクソンは、悲しそうな顔をして蓮池から立ち去った。 映画、雲の糸は、蒸気小説を主に、芥川のタバコと悪魔とアグニの神をも、原作として、ストーリーに盛り込み、新たな解釈を加えて、現代劇としたファンタスティックな劇映画である。監督は、秋原正俊。主演は、スクリーン主演が34年ぶりとなる、平見喜次郎、助演に高畑琴美が2役を演じ、母の高畑純子が特別出演した。 生前の行いによって、各人が全く異なる形態の地獄に落ちるという設定で、野山や畑などを含めた幻想的な映像が撮影された。ロケは主に、長野県上田市、長野市、静岡県八重津市、静岡市で行われ、地域住民もエキストラで参加しており、エンドロールには全員の名前が記載されている。本作を元にした同名のバレエ作品、雲の糸では、 芥川龍之介の息子で作曲家の芥川康史が音楽を作曲している。テレビドラマ以下の楽曲はいずれもこの物語を元にしている。ありがとうございます。